今回は1日10歩で全身引き締まる逆スクワット紹介します。今回の動画を行うことでお腹周りが引き締まり、お尻が持ち上がり、太ももがシュッと細くなるエクササイズです。見ながら毎日1回やってみよう。まずは膝立ちの状態から片足前に出します。スマホ見ながらできます。後ろのつま先を立てます。前の膝が出ないように股関節を後ろに引っ込めることでお尻に効かすことができます。ここから前足体重で立ち上がったら気をつけします。この時に膝が内側に入ってしまうとお尻に効かなくなります。膝を開きすぎると太ももに効きにくくなります。注意してください。このままお腹に少し力を入れて立ち上がったら反対足に入れ替えます。10回いきましょう。スタート。1 2 34 5 6 7 8 9 10 OK です。もも裏お尻しっかり効いた。どうだったかコメントで教えて。